この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、貴君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみこのゲームに参加する権利がある。確かに受けたまわった。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。心配無用だ。逃げ切ることだけ考えてくれ。それにしても、さっき大勢の客の上であいつの姿を晒したのはうまい労働だった。さすがはジョーカーだ。一人じゃこうはいかないね。意識が低い。Just a dangerous, I'm just so nervous.
者は見当たらない。逃げ足の速い奴め。さあ、どこ行けやがった。決めた、頼むよ。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎだ、下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまでしてくれるね。もっと飲んだから、ったく。どうした？でもこの反応、まさか。何があった？まさか、待ち伏せ。おい、ま、ジョーカー、無事なのか？ジョーカー確保。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法なのに期待してるのか？察しの悪いガキだ。犯罪者を守る法なんて、ここにはないんだよ！希望に脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？
図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して。緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われ
ちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健太を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、ケンジさん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。そうね、あんな世界、報告を読んだぐらいじゃ到底納得できない。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。
じゃないかなっていう感じはしてるんですけれども。え、あ、明日の課題超難しい。を乗せたまんま逆走ですからね。公共の交通機関なのに。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。
この前もあったじゃない。ねえ、たては真珠の養殖に使う貝の名前と、あ、そうか。今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？いや、変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。さくら宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったらお前がね。聞いてるか。うちの客とお前の親が知り合いで、まあいいか、ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら、男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。で、前歴がついたお前は晴れて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。